夜のザ・スーパーサンデーは見逃せないスペシャル企画、アフリカ縦断大冒険。日本の約80倍という広大な大陸に暮らす無数の野生動物と7億の人間たちが800以上の部族に分かれ、今なお独特の伝統を守って暮らしております。その本質に迫るものは何か、我々はテーマに食を選びました。人類発祥の地であるアフリカ、そのアフリカの食を極めることは人間にとっての食の原点を探ることになります。食材の宝庫といわれるアフリカ、そこでは何もかもが私たちの常識を超えておりました。市場で見かけたワニ、屋台で売られている羊の頭、不思議な粘りを持つ植物、驚かされたのはアジの開きならぬ猿の開きの干物。想像を絶するアフリカ縦断食べまくりの1万5000キロ、挑戦したのはこの人、渡辺満里奈。ほっじゃあ、うわぁ広い。あらゆるものを食べることになった渡辺満里奈、見たこともない食材を口に入れる恐怖と興奮。好き嫌いなしもここまで行けば感動もんであります。羊の頭で一番おいしいと言われる目ん玉だ。あ、すごい、意外、びっくり。よく食べられるね。これは動物の血の煮込み、粉をまぶして団子料理になりました。食べられるんだね、好奇心の塊。食べたら寝る、シンプルな生活に戻れるアフリカであります。そして起きたら踊る、これまたシンプル。踊り疲れてまた食べて、体の奥からパワーが蘇ってくるアフリカ。おお、これがごちそうだと言われれば驚く。うわ、出た出た、それ食べるの。ハロー、ハロー。あ、びっくりした、びっくりした。私ね、ダメなんだわ。あった、驚きだけではない発見もありました。巨大キノコだ。なんだこれ、キノコ。そしてハプニング、マサイ族の青年がマリナの車をヒッチハイクしたのであります。すごい状況だな、なんかよく考えてみると。いや確かに、海にも出ました。しかしインド洋で船酔い。海の男は大変なのね。いろいろあった大冒険、それを支えてくれたのは温かい人々との出会いでした。 Thank you very much. Thank you, ママコレ。前へ進んでいくけども、ずっとこの景色とか人は残ってる。うん、そういうことかな。人類が最初の一歩を記した大いなる大地アフリカ、文明に慣らされてしまった人間の忘れてしまった何かがここにはあるのです。うまいもんだね。これ飲むのね。生で飲むんだ。おー、全部飲んだ。アフリカ縦断のルートはエジプト、エチオピアを通ってケニア、カメルーン、ザンビア、南アフリカへ。北から南まで6カ国1万5000キロの大冒険。そこにはたくさんの思い出と忘れられない顔が出きました。誰だ。500 500。そう、ずっと繋いでる。どうしようかな。雄大な大地と大自然もありました。渡辺満里奈の旅したアフリカは人間とは何か、生きることの意味をきっと教えてくれるはずです。ということで、渡辺満里奈、アフリカを食べる。もう今回はアフリカ食べまくってきます。行ってきます。絶対に見逃せない120分、絶叫縦断1万5千キロ、驚異の女一人大冒険、アフリカを食べる。うわー、大きい。写真で見るのと大違い、目の前に立つと誰でも圧倒されるピラミッド。エジプトはまさにそんな、行ってみなければわからない摩訶不思議な国なんでありますね。旅の出発点はカイロ。
アフリカを北から南まで旅まくる大冒険は、この北アフリカ随一の都カイロから始めることにいたしましょう。まずやってまいりましたのは庶民の台所、青空市場。1200万人を超えるという東京以上の過密都市カイロ、その食欲を支えておりますのがこうした青空市場なんであります。人参、キュウリ、トマトにピーマン、生鮮野菜は日本と同じでありますが、鳥は生きたまま売られております。これって普通の人が買っていくんだよね。あ、ウサギ。灼熱のアフリカで鮮度を保つ最適の方法、それは生かしておくこと。1羽ずつ売られております。こちらの鳩も食用、4エジプトポンド約120円。興味津々の渡辺真理奈、また驚いちゃう。豚足と思いきや、これは実は牛の足、牛足だ。あのまんま買っていくのかな。すごいな。こちら牛の頭、うわっかなりね、かなり力強いお母さんですね。すごい。あなたも買っていく？え、これは普通の人が買ってって料理して食べるの？そうよ、特に脳みそが美味しいわよ。これは子牛だからもっと大きいの買ってきなさいよ。そこまで言われたら食べないわけにはいかないでありましょう。牛の脳みそ、アフリカを食べ尽くそうという今回の旅、のっけからとんでもないものに出会ってしまったようであります。グルメ冒険家を目指す渡辺真理奈、牛の脳みそに牛の足、食べられるかな。いいか、ギュッと噛むんだぞ。歯応えがある。この番組は NEC 日本リーバとご覧のスポンサーがお送りします。渡辺真理奈のアフリカ縦断食べまくり大冒険、最初のエジプトからとんでもない食材に出会うことになりました。牛の脳みそは市内のお肉屋さんで簡単に手に入ります。ここで牛の頭をバラしてくれるんでありますね。しかも新品グルメではなく、ごく普通の庶民が食べているエジプト料理、さて一体どうやって食べるんでしょうか。興味津々で一般のご家庭を訪ねてみました。あ、私普通の、こんにちは、こんにちは、ヘロー、ムスタファ、ムスタファ、ムスタファ。お母さん綺麗な服着てますね奥さん、ゴージャスに着飾ったまま、早速ダイナミックな料理が始まりました。玉ねぎ、ニンニクと牛の頭の肉、スネを一緒に煮るメインディッシュ、それに牛の脳みそ、まず食べやすい大きさにスライスしております。脳？脳これボイルしたのかな。うわ、いや、これ美味しいんですか。ええ、美味しいわよ。美味しいですか。これプルンプルンしてるよ。もうね、触った感じがね、美味しそう。食べてこう口の中に入れた時のことが想像できる感じ。まあフライにするのが一般的。脳みそは柔らかいのでバリッと揚げて歯ごたえを出す。先ほどニンニクと一緒に煮込んだ牛のすね肉も香ばしく出来上がりました。ダイナミックでありますな、こりゃ。これが普通のエジプトの夕食だというから驚きだ。早速いただきましょうかね。これはどうやって食べるんですか。ちょっとこうしてかぶりつくのがエジプト流よ。お、食べてる。すごい、これ骨どこの部分、牛のプラスチックみたいな骨が。わ、味がない。あ、もう本当ゼラチン。ここを食べなきゃ。ここ？うん。ちょっと私が避けてたところを勧められてしまった。再びガブッとかぶりつく。こうでなくっちゃアフリカは。あ、結構歯ごたえがある。当然。
足の次はお待ちかね、牛の脳みそと言ってみますか。あ、切ってあげるわね。白子みたいな感じ。あ、柔らかい。おお、ノーと言いながらいっちゃいましたね、一口で。思った通り柔らかい。エジプトではこういったものを普通の家庭で食べています。決して特別な料理ではありません。いや、ダイナミックですね、とっても。エジプトの方はお客さんをもてなすのが好き。アフリカ縦断の旅、門出にふさわしい心尽くしの皿が並びました。そして食後の一服とは言っても、ここはエジプトでございますから、当然水タバコ。炭火の下にタバコの葉を置いてキューッと吸えば、パイプを通って煙が来る仕掛けとなっております。相当強く吸わないと煙が来ないから、慣れないと結構むせるみたいよ。タバコを吸わないマリナさんも初トライ。うん、いや、美味しくはないけど、そんなにね、きつくもないけどね、頭クラッとしてきた。惜しくもないな、全然。とか言いながらも、もう一服エジプト名物水タバコはこうした喫茶店でしか吸えない。だから自然とオフィスは禁煙になる。エジプトの社会はうまくできてるんでありますね、なんて言ってると言うと、マリナさん、おお、クラクラの頭で旅のバイブルを取り出しました。今回アフリカ縦断の旅まくり大冒険に彼女を駆り立てましたもの、それがこの一冊の本だったんであります。タイトルはアフリカを食べる。冒険に出かける前、マリナさんは著者を訪ねました。東京築地にあります朝日新聞本社が著者の勤めるオフィスであります。こちら外報部が現在の職場、東大法学部を出ましてナイロビ支局長を務め、カイロに赴任した時は中東とアフリカの総局長だった松本仁一さん。彼は取材の合間に食べたアフリカの味が忘れることができずに、一冊の本にまとめまして大きな話題をさらったんであります。ジャーナリストとしてボーン上田国際記者賞も受賞いたしました。確かな取材力、その手腕で書かれました食から見つめたアフリカは、マリナを感動させるのには十分でありました。普段日本人はあまり食べないようなもので、その土地の人たちは普通に食べてるもの、そういうものっては美味しいんですよね。そこの土地の気候に合ってますから、食べるっていうのは人間誰でもやってる。そうすると考えやすいわけ。なんでこんなもの食べるの、なんで手掴みで食べるの、僕らが毎日やってることだからすごく興味が湧く、なんでって思うことができる。そうするとそういうことをきっかけに、すごくその向こう側に入っていける。すっかり感じいっちゃってますでしょう。これでハマったんですアフリカに。人類最古の文明を育んだナイル川、そのナイルが文明を生み出せましたのは、何も水によって農業を可能にしたからだけではございません。たくさんの魚を育てて漁業も可能にしていたのです。だからエジプトは魚の宝庫。ナイルの賜物を求めて再びマーケットへ。わー、魚の匂い匂い匂い、うわー、近くに地中海もあるので、実に多種多様の魚が市場には並びます。マリナさんが探しているのはナイル産の魚。すごいいろんな種類があるけど、これはナマズ、もちろんナイル産だ。ナマズだよ。ナマズ？そのナマズってどうやって食べるの？切れ目を入れて油で揚げるんだ。ナイルさんだからうまいよ、ほんと。でも魚屋さん、同じ、日本と同じ声してる、あのなんかダミ声っていうんですか。よー、カイラのウォーカちゃん。まあ、そんな市場でマリナさんにご馳走しようという日本人が現れました。アフリカを食べるの著者、松本さんの友人でカイロ在住の鈴木さんです。ここにもありますね。すごい、うなぎ、うなぎ、うん、これうなぎですよね。うん、うなぎだけど、これはナイルじゃないんですね。
違うんだ、うん、ナイルのどうやって見分けるんですか。これだこれ、あのね、うわほらでかい、黒いでしょ、この、ね、はい、この黒いやつがね、うん、ナイルのねウナギなんですよ。しかも大きいですよ、うん、すごい、こんな大きいウナギちょっと見たことない、うん、ナイル川で獲れるウナギがあった、それも実に大きい、日本の倍以上あります。イスラム研究家であり現地で通訳もしている鈴木さんは、日本料理を作るのが何よりの楽しみ、アフリカ大冒険を始めるマリナさんを励まそうと自宅に招いて腕を振るってくれました、まあ、それにいたしましても何を作ってくれているんでしょうか。骨も丈夫そうですね。いや硬いですよこれ。慣れている鈴木さんも力いっぱい包丁を入れないとさばけないというナイルの巨大ウナギ。いや開いた身もご覧の大きさ、骨もでかい、脂が乗ってるのが一目でわかります。しかしこれはちょっと脂の乗りすぎかな。美味しく食べるには技が必要な素材であります。これもうね、なんだこれ、お祭り。まず油抜き、中豚のあるフライパンで蒸しまして徹底的に油を落とします。そして続いてはこれはエジプトのお米ですか。でも同じですね。これね、あの日本のね、うん、あの技術者がここで水田工作を覚えさせて作った笹光とかっていうね、ここにいる日本人の人たちが呼んでるぐらいね、美味しいんですよ。炊き方次第なんですけどね。笹錦式とコシヒカリを合わせたぐらい美味しいというので笹光と呼ばれています。炊くと味付けにも海外ならではのこだわりがありました。日本酒の代わりに白ワイン、みりんの代わりには蜂蜜を使って醤油ダレができました。もうここまで来ると分かりますね、うなぎのかば焼きを作ってくれているんです。まさかアフリカで出会うとは思わなかった。懐かしくも香ばしい匂いがブーンときた。の生命力を感じさせる巨大なうなぎ、それが今おなじみのうな丼になりました。大きいからうな丼丼丼だ。じゃあいただきます。これから始まるアフリカ縦断、日本食には会えないでしょうからしっかり食べとかなきゃね。うん、おいしい。いけます、いけます、いけます。じゃあ僕もタレもおいしい。いやいや、じゃあこんなおいしいと思わなかった。本当にこれはいけます。カイロに住んでいつも日本料理に挑戦している鈴木さん。あ、本当ね、うん、大口でバクッといくところを見ると本当に美味しいんだね、うん、これがナイル川で取れたのかと思うとまたひとしおですね。感慨も。要するにナイルにしかいないぐらい大きいんですね、これ。そうですね、ナイルが豊かすぎるんでどうしても大きくなるんですね。やっぱりナイルの賜物なんですね。うん、うん、文明はナイルの賜物、長くそう言われてきましたが、うな丼もナイルの賜物でありました。食べ過ぎのマリナさんはぐっすり、アフリカをひたすら南へと向かいます。アフリカ大縦断、食べまくりの旅は広大な大地の広がるエチオピアへとやってまいりました。今回の旅の中でもここはマリナさんが最も来たがっていた国なんです。なんでエチオピアに来たかったのかなと考えたら、古き良き良きというか、まあ古い歴史のあるアフリカが残っているところだって聞いてて、エジプトはやっぱりアフリカ大陸にあるけどすごいアラブの国っていう感じがするし、アフリカって感じがしないんだけど、うん、おアフリカ来たなって感じがしたな、うん。綺麗なバス。エチオピアとは日に焼けた顔という意味、3000年以上の歴史を持つ古い国なのです。首都はアディスアベバ、古代エルサレム、ソロモン王の子が初代皇帝という関係から伝統的にキリスト教を信仰、カトリックの教会が至る所にあります。古い国だけに文字も独特でして、個性的なエチオピアでありますが、新婚さんは日本と同じですね。めちゃめちゃ楽しそう。
ここは神父の家、迎えに参りました新郎を友人たちが祝福しております。なんかえらいみんな盛り上がってきた。いやいや、それにしても綺麗なお嫁さんだ。式を挙げる教会へは飾り立てたベンツで出かけていきました。やっぱどの世界行っても結婚式感動するな。いいな。感動したついでに新郎の家まで押しかけてみるというと、披露宴の準備の真っ最中、親戚総出でご馳走を作るのがしきたりだそうです。牛肉を生で食べる習慣のあるエチオピア、独特の包丁で脂身を取り除きまして赤身だけをいただきます。辛そう。バター。大量のバターを溶かしまして香辛料と混ぜる。このバターソースと生肉をあえてエチオピア風ユッケの出来上がりであります。おかゆだな。キチト。テニステッド。食べた。これ私。これ火通ってるかな。生肉で食べるもんなんだ。いや、食べましたね、マリナさん。お味はどうでしょうか。うん、うわ、すっごい辛い。グッド。スパイス効いてるけど、やっぱね、ユッケみたい。あ、違う。ソーセージみたいな味がする。ソーセージに入ってるスパイスが入ってるのかな。うまいね。そして出会った不思議なパン、実はこれがエチオピアの主食。もう焼きたて柔らかくて美味しそう。もういい感じだな。わ、ごめん、なんか酸っぱい。この後も衝撃的な食べ物が次々と登場します。